皆さんこんにちは。今回は大谷翔平選手の元通訳である水原一平氏が違法賭博に関与したとしてドジャースを解雇されたニュースについて、海外と日本の反応の違いや大谷選手の記者会見、水原氏の現在の行方など最新情報をまとめてお伝えします。水原一平氏は大谷翔平選手の専属通訳兼マネージャーとして長年活躍してきました。二人の信頼関係は厚く、まさに二人三脚で大谷選手のメジャーでの活躍を支えてきたと言っても過言ではありません。しかしそんな水原氏が2024年3月20日にドジャースから突如解雇されたのです。その理由は、水原氏が違法賭博に関与し約6億8000万円もの多額の借金を背負っていたことが発覚したから。一体水原氏に何があったのでしょうか。事件の発端は、米国の内国歳入庁 IRS が水原氏と違法ギャンブルの胴元の捜査を開始したことでした。さらに大リーグ機構 MLB も調査手続きを開始したと発表し、事態は急速に大きくなっていきます。当初水原氏はスポーツ専門局 ESPN の取材に対し、大谷選手にギャンブルの借金の肩代わりを依頼したと説明していました。もしこれが事実なら、大谷選手もギャンブル問題に関与していたことになります。しかしその後、大谷選手の弁護人が大谷の口座から窃盗されたと告発すると、水原氏は手のひらを返したように、大谷選手は何も知らなかったと発言を翻したのです。一体どちらが真実なのか。そもそも水原氏はなぜこのような大金をかけていたのでしょうか。水原氏の行動の真意は計り知れません。ただギャンブル依存症に陥っていた可能性は十分に考えられます。ギャンブル依存症は借金の問題だけでなく、仕事や家庭、人間関係など様々な面で本人の人生を蝕んでいきます。水原氏も例外ではなかったのかもしれません。この事件に対する海外と日本の反応の違いも興味深いポイントです。韓国では日本人選手でありながら世界を舞台に大活躍する大谷選手への関心が非常に高く、今回の事件も大谷選手が被害者という見方が大半を占めているようです。対して本拠地のアメリカでは、大谷選手の通訳が違法賭博に関与したといった報道が主流となっており、大谷選手の名前が大きく取り上げられる構図になっています。メジャーリーグを代表するスーパースターにまつわるスキャンダルということで、現地メディアの注目度も相当に高いようですね。ただロサンゼルスでは、こういう時こそ大谷選手を応援したい、きっと潔白だと信じているなど温かい声も少なくありません。大谷選手はここ数年で本当に多くのファンを獲得してきたのだと実感します。日本国内の反応はどうでしょうか。日本のファンにとって、水原氏は一平さんという愛称で長年親しまれてきた存在。そのため詐欺や窃盗といった犯罪行為に関わっていたとは信じがたいという意見や、大谷選手に同情的という見方が目立ちます。一方で、もしこれが事実なら、日本人としてももっと真摯に受け止めるべき問題だと指摘する声も。違法賭博の恐ろしさや、スポーツに携わる者が賭博に手を染めることのリスクについて、私たち自身も考えさせられる事件だと思います。事件発覚から1週間が経過した3月26日、大谷選手が自ら記者会見を開き、事の顛末を語りました。それによると、大谷選手がこのギャンブル問題を初めて知ったのは、韓国での開幕戦が終わった後のチームミーティングだったそうです。このミーティングの場で水原氏から事情を聞かされるも、通訳なしだったため詳しい内容は理解できていなかったとのこと。その後ホテルに戻ってから、水原氏と初めて2人で話をし、巨額の借金の存在を知ったといいます。また水原氏から大谷選手の口座に勝手にアクセスし、ブックメーカーに送金していたとの報告も受けたそうです。大谷選手は言葉では表せないような複雑な
心境だったとトロ。自身はスポーツ賭博には一切関与しておらず、送金の事実もないと改めて強調しました。そして弁護士に任せつつ、自分も警察当局に全面的に協力していくと今後の方針を語りました。この会見で大谷選手は終始冷静な様子で、事態の深刻さをよく理解している印象を受けました。同時にシーズンに向けて気持ちを切り替え、再スタートを切りたいという強い意志も感じられました。世界最高の二刀流プレーヤーとして常に注目を集める立場である以上、大谷選手にとってこれ以上ない試練だったことでしょう。それでも真摯に説明責任を果たし、前を向こうとする大谷選手の姿勢に多くの人が勇気づけられたのではないでしょうか。一方、当事者である水原一平氏の現在の行方は依然としてベールに包まれています。事件発覚以降、一切公の場に姿を現していない水原氏。情報筋によると、すでに韓国を出国しているとの見方もありますが、真偽のほどは定かではありません。ネット上では水原氏の安否を心配する声や様々な憶測が飛び交っています。イムジン川に浮かんでるのでは、逃亡先はドバイなど海外の可能性も、借金は帳消しになったからもう賭博三昧では、はたまた家族のことを考えると表舞台には戻れないだろう、もしかしたら自殺してしまったのではといった意見まで。また事件の核心部分について疑問視する声も少なくありません。7億円もの大金をどうやって盗んだのか、肝心の部分の説明がない。水原氏の証言が2点3点しているのはなぜ。大谷選手は本当に何も知らなかったのか。確かに最初に大谷選手の口座から巨額の送金があったと報じられながら、後に水原氏の横領だったと説明が変わるなど、不可解な点が多いのも事実です。また東大卒の元ロッテ投手で現在は桜美林大の教授を務める小林至氏は、米国における違法と合法の賭博の違いについてコメント。小林氏は、合法の業者の場合は州からライセンスを付与されている、かける場合は一時預かりのデポジット制、事前の預かり金と考えてください。一度にかける金額に上限がありまして、各業者で様々だが、一番人気の NFL でも$500、約7万5000円後かけられるかどうかという設定と話しました。さらに違法の場合について小林氏は、州からライセンスは受けていない業者で、そもそもカリフォルニア州ではスポーツベッティングは解禁されていないので、当然闇の世界、賭け金に上限がないとして、一般論としてマフィアなどの裏社会とのつながりもあって、マネーロンダリングの温床にもなっていると話しました。現在消息が分かっていない水原氏、もしかしたら大谷翔平さんから窃盗したと言われる何十億円もの借金以外にも、まだ借金を抱えており、闇の人間たち、マフィアなどから追われ逃亡を続けているのかもしれません。果たして真相は闇の中、混迷を極めるこの事件の行方を今後も注視していく必要がありそうです。いずれにせよ、この一件で大谷選手と水原氏のこれまでの絆は完全に断ち切れてしまったと言わざるを得ません。ファンの間では、選手とそのパートナーだった通訳の崩壊した関係を惜しむ声も多く聞こえてきます。私個人としても、大谷選手が無事に潔白を証明し、悲しみを乗り越えてますます素晴らしい活躍を見せてくれることを願っています。そして水原氏には、たとえどんな事情があったにせよ、真実を語り罪を償ってほしいと思います。彼もまた大谷選手と二人三脚で歩んできた最高のパートナーだったはずです。その絆を無下にされたことへの大谷選手の無念は計り知れません。二度とこのようなことが起こらぬよう、スポーツ界全体でギャンブル問題と真摯に向き合っていく必要があるでしょう。さて、大谷選手の記者会見を受けて、この問題に新たな展開はあったのでしょうか。会見前までは水原氏が身代わりになっていて、実際に賭博をやっていたのは大谷選手では
ないのかという憶測も一部にはありました。しかし会見での大谷選手の説明は明快でした。結論から言うと、彼、水原氏が僕の口座からお金を盗んで、なおかつ僕も含め周りのみんなに嘘をついていたということになります。僕はその時まで一平さんがギャンブルの依存症だということはもちろん知りませんでしたし、彼が借金をしていることもそのミーティングの時は知りませんでした。僕は彼の借金返済にも同意していませんし、ブックメーカーに対して彼に送金してくれと頼んだことも許可したことももちろんありません。会見を聞く限り、大谷選手が水原氏の違法行為に加担していた可能性は限りなく低いと言えそうです。むしろ信頼していたパートナーに裏切られ、多額の金銭を盗まれていた被害者だったのだと。とはいえ、このスキャンダルによる大谷選手への影響は避けられないでしょう。スポーツ専門記者の山田記者は、大谷選手の表情から精神的なダメージは計り知れないと分析。悲しいようなシリアスな表情だった。全く疑いもしないからこそ、開幕戦の後に全てを知った。言葉に詰まる時があり、口に出すこと自体が辛そうだったと、大谷選手の心中を推し量っています。もちろんシーズン開幕を目前に控え、こうしたネガティブな感情を引きずるわけにはいきません。それでも大谷選手は会見の最後にこう語りました。切り替えるのは難しいが、シーズンに向けて再スタートしたい。この言葉には悲しみを乗り越えて前を向こうとする大谷選手の強い決意が現れていると思います。このスキャンダルを機に、大谷選手と水原氏の絆は完全に断ち切れてしまいました。しかし大谷選手には新たな出発点に立とうとする勇気と覚悟があります。今後の大谷選手の活躍にますます期待が高まるところです。一方、事件の渦中にある水原一平氏の消息は依然として不明のままです。家族や関係者の証言から、事件後誰とも連絡が取れない、突然姿を消したといった情報が出ているようですが、本人から直接のコメントは一切ありません。ネット上では、自殺や失踪の可能性は、逃亡先はドバイ、すでに殺されているのではなど、様々な憶測が流れています。事件の真相や背景に疑問を投げかける声も少なくありません。なぜここまで巨額の賭けを続けていたのか、借金の方に大谷選手の口座を狙ったのか、ブックメーカーと水原氏の関係は、こうした疑問点について現時点では明確な答えは出ていません。今後警察による捜査の進展によっては、新たな事実が明らかになるかもしれません。ただ私としては、事件の全容解明よりも水原氏の身の安全を願わずにはいられません。たとえ重大な過ちを犯したとはいえ、彼もまた大谷選手と歩んだかけがえのないパートナーだったはずです。今はただ水原氏が無事でいることを祈るばかりです。今回の違法賭博問題は、大谷翔平選手という世界的スーパースターを巻き込んだ異例の事態として大きな注目を集めています。それだけに事件の余波は想像以上に大きいかもしれません。大谷選手個人の評判はもちろん、所属球団であるドジャースの信用問題にも発展しかねません。加えてスポーツ界全体への影響も懸念されます。アスリートと賭博の関わりについては、かねてより厳しい目が向けられてきました。八百長や違法行為につながるリスクが高いことから、多くのスポーツ団体が選手に対し賭博行為を厳しく禁じているのが実情です。しかし一旦スキャンダルが起これば、スポーツの公平性や選手の公潔性に対する信頼が大きく揺らぐことになります。今回の事件をきっかけに、改めてスポーツ界とギャンブルの関係性について議論を深めていく必要があるでしょう。とりわけプロ野球界においては、違法賭博に手を染める選手やスタッフを厳正に処分し、クリーンなイメージ回復に努めることが求められます。同時にギャンブル依存症の予防や治療に向けた取り組みも一層強化していかなければなりません。
水原氏のようにギャンブルにのめり込み借金や犯罪に手を染めてしまう人を生まないためにも、スポーツ団体や専門機関が協力し、予防教育や相談体制の充実を図るべきだと考えます。今回のスキャンダルは、大谷選手という期待のスーパースターの名前が報道されたことで世間の耳目を集めました。しかし、同じような問題は水面下で数多く起きているのかもしれません。スポーツ界の健全化のためにも、この機会にギャンブル問題の根絶に向けて動き出すことが大切だと思います。大谷選手は自身の潔白を証明し、新たな決意を示してくれました。彼の言葉には、悲しみを乗り越えて前を向こうとする強さが宿っていました。この試練を糧に、大谷選手がさらなる高みを目指して突き進んでくれることを心から願っています。一方、闇に消えた水原一平氏、彼の行方や真意はまだ謎に包まれています。果たして彼は事件の全容をいつ明らかにするのでしょうか。あるいは、二度と公の場に姿を現さないつもりなのかもしれません。ただ、大谷選手との間に築いてきた信頼と絆は一朝一夕では崩れ去るはずがありません。水原氏には、いつかまた大谷選手の前に真っ正直に立つ勇気を持ってほしいと思います。そして、自らの過ちと真摯に向き合い、罪を償って新たな人生をスタートさせてほしい。それが、かつての最高のパートナーを失った大谷選手への最後のせめてもの償いになるのではないでしょうか。今はまだ事件の全貌は見えていません。真相の解明にはまだ時間がかかるでしょう。最後までご視聴していただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。